年金が減っちゃった。経費削減しなくては。生活費を切り詰めなくちゃね。どうするかな。牛飼いの中山さん。創業から変わらぬ技法と最新の設備で大隅から世界牛さんのゲップを集めてメタンガス燃焼器で、お風呂を沸かすよ。風神雷神の風神坊や。得意の風で風力発電。いやいや、そんな大それたものは回せません。風車が精一杯です。そんなバナナ。お風呂大好き花丸大丸さん、どうする？どうする？毎日入浴後に水替えしてるのをこれから3日にいっぺんにしようかな。大丈夫かな。ダメダメ、こんなに綺麗な旅館のお風呂でも水替えしないとレジオネラ属菌がうようよと発生するんだって。では寝る前のお風呂はどうでしょうか。99.9%除菌。後から入っても綺麗なお湯で気持ちいい。誰君？通りすがりの。能率なら綺麗。